今日はペルーのロモサルタードという料理を作ります。でペルー料理なんてなんだかよくわかんねえなって人もいるかと思うんですけど、このロモサルタードっていうのは牛肉とトマトと玉ねぎを醤油で炒めるっていう、もう日本の定食屋とかに出てきそうな料理なんですよ。ペルーってね、日系人が多いこともあって醤油の文化が根付いてるっていうちょっと面白い国なんですよ。ペルーの周りの他の中南米の国ってもっと大味で、肉焼くとか魚焼くとか大雑把な料理ばっかりなんですけど、ペルーだけは割と日本とか中国みたいな繊細な料理が多くって、日本人の口にもすごく合うんですよ。まあ、その中でも一番日本人に合うって言われているのがこのロモサルタード。ぜひこちらをね、皆さんに知っていただきたいなと思って作っていきたいと思います。まあ、それからペルーといえばマチュピチュですよね。マチュピチュ自体もまあもちろんいいんですけど、一般的にこう有名なドーンと全体が写ってる写真の後ろに山があるじゃないですか。あそこに登れるんですよ。その話をしたいなと思います。では作っていきましょう。本当に肉野菜炒めを作る要領で作っていきますので、驚くようなことは何もないかなと思います。まずは玉ねぎを5ミリ幅程度に切っていきます。続きましてトマト、こちらも適当な大きさにくし切りしていきます。ニンニクはみじん切りにしておきましょう。はい、ここで牛ロース、細切りにしていただいて、だいたいこれくらいの大きさのイメージですかね。程よく赤身の多いロースがいいんじゃないですかね。あとこれがちょっとアメリカ大陸っぽいよね。面白いところかも。フライドポテト、これも一緒に炒めていきます。牛肉はニンニク、オリーブオイル、クミンで和えておきます。クミンがないという方は別になくてもいいです。口の中を南米感で演出したければ買ってきて入れてもらえばいいんですけれども、まあ、別になくても料理としては十分成立します。うん、これだけで食いたいですね、なんかね。はい、調味料を作っていきます。まずお砂糖ですね。それからワインビネガー、これはお酢でも十分代用できます。そしてお醤油ですね。ペルーは冒頭にも言いましたが、料理に醤油を使うという大変嬉しい国なんですよね。日本のキッコーマンを真似たキッコーっていう醤油メーカーがあるくらいなんですよ。いや、これ本当の話。ペルーはね、日系人がかなりカルチャーに浸透している国で、僕くらいの年代の人は覚えてるかもしれませんが、1996年にペルーの日本大使館がテロリストに占拠されるっていう事件覚えてますかね。あの時のペルーの大統領、フジモリ大統領っていう日系人でしたよね。日系人が国政にも影響を与えるっていうくらいまでなってるってことですよね。さてここからは炒め合わせていくだけの簡単な料理です。玉ねぎ、牛肉、トマトを順番に炒めていきます。まあマチュピチュはね、ロマンありますよね。この動画を見ている方でも知らない人はいないんじゃないかと思いますし、日本国内にもね、これは日本のマチュピチュだなんつってね言われている遺跡がたくさんありますよね。まあ、個人的にあの呼び方はどうかと思ってるんですけど、まあ、本物はやっぱり存在感すごいですよ。マチュピチュは麓のアグアスカリエンテスっていう村から山を登ったその頂上にあるんですね。アグアスカリエンテスは実は温泉街で、見た目もちょっと日本の地方の温泉街っぽいんですよね。僕も電車降りたら、あれ箱根に着いたのかなと思いましたからね。さすがにないか。ちなみに温泉にも入れるんですが、温泉というか、まあご覧の通り温水プールみたいな感じでですね、入ったんですけどめちゃくちゃぬるいんですよ。全然上がれなくなっちゃう。そんな麓の村から急な山道をバスでひたすら登っていくのですが、歩いていくのはきついのであんまりおすすめしません。上に到着し入場ゲートを進むと、その先にいきなりこれが現れるわけです。インカ帝国の空中都市マチュピチュ、その存在感たるや。不思議ですよね。標高はだいたい 2500m くらいなんですが、こんな山の上でどうやってこんなに綺麗に石を組み上げたのか、またなぜここに作ったのか。インカ文明は文字を持たない文明だったのでわからないんですよね。さて冒頭でも述べましたが、あの奥にある山、
ワイナピチュというんですが、あそこに登ることができるんです。ワイナピチュは1日400人までしか入山を許されていないので、朝早起きして向かうことにします。無事間に合えば入山して登ることができます。300メートルぐらいの高低差があるんですかね。こんな急な岩場を一気に登ります。それなりにしんどいんですけど、まあ時間にしたらすぐですね。上からの景色はこんな感じ。マチュピチュを見下ろすってのもなかなかおつなもんじゃありませんか。この日は天気も良くてね、頂上からの周りの景色もこれまた絶景でですね。ちなみに足場は普通に悪いので、年間に何人かは落っこちてお亡くなりになるらしいです。マチュピチュはですね、地球の反対側で確かに行くのは大変なんですけど、その期待に応えてくれるだけの場所であることは確実です。ぜひ足を運んでみてほしいです。アルパカさんもいるしね。では仕上げに入っていきます。しっかり火が入ったら調味料を回しかけて、ポテト、水分を飛ばすために中火から強火で一気に煽っていきます。仕上げに黒胡椒ですね。最後に色付けでパプリカパウダー。これは味には大して影響ないので入れなくても大丈夫です。はい、ざっとあえてあげて完成ですね。盛り付けていきます。うまいですよね。醤油で炒めているからか、創作和食として何の違和感もない。駅前の定食屋さんにロモサルタード定食入れてほしいぐらいですよ。ごちそうさまでした。いや、ちょっとロモサルタードめちゃくちゃうまいですね。まあ、今日紹介したレシピは基本的にはお家にあるもので作れるかなと思います。バルサミコ酢はお酢でいいですし、クミンは別に入れなくたっていいです。ペルーでもね、こんな近しい料理が作られてるんだよっていう、美味しいですし面白いです。それでは本日もどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。